日は朝から買い物に走ってた。おはようございます。おはようございますでもないかも。こんにちは。そう、ビジネス不仲、ナヤンとはビジネス不仲です。ビジネス不仲って何？ビジネス不仲、そうじゃない、ナヤンとはビジネス不仲キャラでやっていきたいと思います。ほらもういないよきっと、不仲だから。不仲だからナヤンはもういなくなった絶対。見て、アホ毛。何もしてないから、何もしてないは嘘。あ、いた。あ、やだ、ビジネスだ。不仲はビジネスだ。いるってことはビジネスだ。不仲は絶対にいないと思うわの下にいるっていうね。やっぱね、竹吉七海さんは期待を裏切る女ですわ。こんにちは。今日は10時間配信をするんだけど、なんか何も特に、なんていうの、そんなキチキチした感じでやりたくないから、なんか気づいたら10時間経ってたみたいな。テーマ、今日のテーマサブタイトルは気づいたら10時間経ってたです。まあそのくらいのね感じで、ね、日常をお届けするよって感じです。サンタのクマの帽子、これはもう私の帽子になったんだ。クマちゃんから外したから、これは私の帽子になったの。私の帽子です。服装に長丁場の気合が分かる。え、違うよ、これは今からね GRWM をするから、パジャマのだけで。でも今日パジャマで買い物行った、今さっき。でもやることを先になんか決まってるのだけ言っとくと、どこかでまあ早めの時間、近所迷惑にならない早めの時間にカラオケ配信をして、で夜ご飯を作って食べて、あと明日の公演を覚えたいから、公演の実況明日の公演を覚えるために、公演の実況をして、ちょっと自分のためで申し訳ないけど、まあ実況しながらだったら許してくれるかなって思って、明日の公演じゃない公演の実況して、あとなんかいっぱい服着替えてたら、なんか服着替えて、あとメンバーの紹介一人ずつしてって感じ。なんかまああと大富豪する。まあよしよしで、なんかコメント来たらできるやつはやるって感じです。だから皆も一緒になんか作ってください。いや、お昼ご飯中すくかな、何も考えてなかった。そんなことよりメイクをしたいんだよね。ほとんどなんかちょっとやったけど、カ
らメイクをする。ファイトだって。でもね、そんなにね、気合を入れてないわけじゃないけど、なんていうの、企画がっちり練ってって感じじゃないから、ちょっとあんまり他のメンバーと比べたりせずに、なんかやっぱ気づいたらね10時間経てたっていう感じでやりたいなって感じです。最後にあやに会ってちょうど1年になるって、最後にちょっと会ってるね、最後に1月10日何く、あ、青が違う、青がだ、青がでしょ。昨日ね、1月9日がみっちゃんの生誕祭だったよねって話したの。1月10日は確か青がだ、えなちゃんかなんかの生誕祭じゃない。あ、そうだ、今日の目標はミラーボールでディスコ付近室完走する、鑑賞、そういうこと、歌い切ることです。でもちょっと朝なんでまだね、テンション低めではないけど、そうです、今日の目標の一つにディスコ検出感想鑑賞があります。頑張るぞ。ユニット投票する、ありがとう。2月3日から20人声が出ないよ。今日なんかさ、起きてインスタ見てて思ったんですけど、なんか今日の多分2回公演のメンバーがもうメイク終わってて、なんか載せてて、えみたいな、早っって思って、だから私明日はもうね、この時間には劇場でメイクが終わってるのかもしれないと思ったらもう無理な気がしてきちゃった。もうさ、2回公演って、しかも私明日久しぶりの公演なんだけど、こんにちは、おはよう、こんにちは、おはよう。私にとってはね、この時間に起きてることは早いんです。あとついでに言っとくと、今日どこかでちょっと宅急便が来るかもしれない宅急便が来るかもしれない。いや、来ないかな、今日届かないかな、さすがに。まあでも宅急便っていつ来るか分かんないからな、来たら取りに行く そう、ピンポンってなったらメンバーか宅急便。それかなんだろう、それかなんだろう、来る可能性があるもの、なんか宗教の勧誘とかかな、あと NHK のなんだっけ、請求とか、それくらい。私が宗教の勧誘と戦う配信になるかもしれない。
でも私手袋をさ1ヶ月前に頼んだのにまだ来ないんだよね。どういうこと？メンバー来る予定じゃない、全然。メンバーはさ家知ってるからさ、絶対目の中に何か入ってる。痛い。もう最近ね、毎晩ね、あとゴミいた、毎晩なんか寄生虫が発生する動画とか見てて寝れないんだよね。これゴミじゃない、今目にゴミが入ったかもしれない配信。あ、なんだっけこれ。あ、トンカチありがとう。ちょっと待って、これ月刊かな、ゴミじゃないか。そう、寝る前に見るの。だから寝る前しか動画を見るなんか時間ってなくない？あんまり寝る前に。昨日もなんかいろいろ見てたら、昨日は動画見てファンの人のツイッター見てたら朝の6時になっちゃって急いで寝た。でも寄生虫本物じゃない、なんかアニメとかのやつ。アニメ化されてる寄生虫、寄生虫の YouTube 見てる。そう、6時まで起きてたけど、あ、これ見てすごくない、涙袋がこんなに変わる。6時まで起きてたけど、でもさ6時に寝ても、でも私は今日10時ぐらいに起きればよかったから4時間は寝れると思って、意外と長いと思って平気だった。確かに早く寝るって目標だってた。早く寝る、え、でも、ね、寝る準備はめっちゃ早く終わったの。珍しく0時ぐらいに布団に入れて、やった、今日は早く寝れる、いっぱい寝れるって思ってたらなんか6時だった。びっくりじゃない？私もびっくりなんだけど。びっくりしちゃうよ。なんてことないさ。寝落ちはしない人なの？え、寝落ち最近はねしない。なんか最近暇だからそんな疲れることしないから寝落ちしないけど、去年とか、去年一昨年、去年あの公園めちゃ出てた時は毎日寝落ちしてた。毎日寝落ちして、寝落ちっていうかもう帰ってきて力尽きて床にバターン倒れて、まあ、そのまま寝て、朝起きてお風呂入って公園に行くっていう。しかもね、水風呂、水シャワーみたいな。もう私お湯が出なかったの。みんなにも聞いてほしい、その時私のこと知らなかった人にも。本当にね、ずっとなんかさメイクめっちゃ濃くなっちゃいそう。一生塗ってる涙袋。でもね、本当にね、公園にね、ありがたいことに毎日のように出させてもらってて、もうなんか家に寝に帰ってきてるみたいな。なんていうんだろう、もう公園行って
戻ってきて次の日の練習してレッスン場でで帰ってきて寝て朝起きてお風呂入って公園に行くっていう生活をずっとしてたんだけど、その時にねなんか家のお風呂が壊れてて、お風呂っていうか給湯でもねお湯は出たんだよね、水道のお湯は出たんだよね。でお風呂のなんかシャワーのお湯が出なくて、シャワーっていうか全部か、なんかたまにお湯が出るんだけどそれが奇跡みたいな、やばくない？お風呂のお湯出ることは奇跡だったので、毎日泣きながらシャワー浴びて、本当にねあの時のもうねイスキーの活動で一番辛かった、イスキーの活動じゃないけどイスキー入って一番ぐらい辛かった、あれは。でもだって水しか出ないけどさ、シャワー浴びて行かなきゃいけないわけ、もう時間が、ね、ないから、そんなにから、そう、もう、しかも冬、12月とか11月とかあの辺、11月とかかな、10月11月ぐらい、本当によく頑張った。で無事になんか取り替えてもらった。給湯ガスの、もうお湯が出た時泣いたもん泣いた、感動してお湯が出たって言って、今は出ます、もうお湯しか出ない。そういうのも楽しかったから、公園がいっぱいあったときは楽しかったなーって昨日話してた、キミちゃんと。あのときは毎日目まぐるしい毎日を過ごしていたなーって感じだよね。最近は寒いよね。ね、今日も寒いのかな。でもなんか昨日と一昨日が寒すぎて。今日も寒いのかな。さっきちょっと外出たけど、分かんなかった。なんか朝の普通の気温が分かんないから、朝っていうか午前中の。メンバーの家に泊まりに行けばよかった。確かに。でも私にはその時ね、泊まりに行ける関係性のメンバーがいなかった今日も寒いのかな。ね、この後の予定何にも決めてないけど大丈夫かな。大丈夫か。メイクってすごいよね。今日何の服着ようかな。何の服着たらいいかな。どんな服着ようかな。何の服着ようかな。寒すぎるとさ、手痛くならない？
この間もめちゃくちゃ痛かったんだけど。アイライン引いてます。なんでエス公園、雪がすごすぎて新春グッズがまだ届きません。雪ってことは九州、新潟、北海道、九州雪降ってるよね、福岡とか。雨が乾燥した。雪今年見てない。あ、見たわ、大晦日に見た。大晦日名古屋雪降ってたよね、確か。大晦日だよね、大晦日。こんにちは、初見だ。こんにちは、今日からお住まい、ありがとう。四国にも降ってるんだ。寒いのかな、今年ってやっぱ寒いのかな。ずっとメイクが終わるまで多分テンションが上がらないです。今日は あることがしたいので、今から準備して12時半ぐらいから始める。マヒコさん家広くなったから後輩たちを招待してほしいよね。だどういうこと、マヒコさん家広くなったってどういうこと。家広くなったの、リフォームしたの。招待してほしいよねとは、マヒコさんのお家行きたい。城が立ったよ、朝から。朝じゃないけど城が立ったよ。え、何かを祝ってくれてる、ありがとう城。古川愛理さんのアバターの人、他に名前書こう。なんかさ、私今日スケッチブックみたいなの探してるんだけど、ないんだけど。私買わなかったっけ、スケッチブック。配信頑張ってくださいね、ありがとうございます。頑張る頑張る、まあ頑張らなくてもいいんだけど。
私スケッチブック買わなかったっけな。なんかないかな。スケッチブックちょっと探そう。スケッチブックを探す旅に出る。スケッチブック発見した。スケッチブック発見したけどさ、何て全部さほぼページ埋まってるっていうね。ゆずさんかわいい。タピオカ、なんだこれなんだこれなんだこれ。どうかな、るみさん。何の話？チュリさん、太田彩香さん、リンカタン、フルハトミさん。なんだこれ全部埋まってるんだ。あ、最後の方ちょっとだけ空いてる。こちらのね、あれですね、あのお家から SKE っていう、お家から S… なんだっけ、お家でだっけ、お家から SKE ポテトみたいなやつをやった時に使ったやつですね。ズームでこれさ、名前書いちゃいけないの？書くのもダメなの？書くのもダメなの？じゃあ絵描こう。でもさ、絵描くのってこれってもともとさ先輩が描いた絵だから、それを描くのって絶対変じゃない？どうする？あ、じゃあ名前を、じゃあ顔のイメージでいいや。はい、どう？私のイメージ、アバターを描くのはちょっとあの恐縮すぎるのでこれにしました。しかもメイクは当てないけど、ありがとう。似てる、似てますか本当の顔に。アバターが欲しいね。私絵描けないから無理だよ絵描けないから無理だよ。私の行き先サッカーボール、なるんさん、なんで、なんで、なんで急にさ鉛筆で描いたんだろう。サクサク、あ、こういうね、まあでもあっただけ良かったですよ、スケッチブックが。こんにちは。なんか固まってる、端が。
あ、戻った。待って、どこまでメイクしたっけ。なんてことないさ、なんて。今日からおすね、よろしく。12時半から何したら、何するの気になる？何も決めてないけど、何がいい？何したらいいと思う？どれ、何をさ、どういう順番にやったらいいかな。でもね、カラオケ配信は夜だと近所迷惑になっちゃうから、午後か午前中、午前中は無理だな。午後か、なんか朝らへんがいいんだよね。ちょっと明日公演だから、公演を覚えたいがために2020年12月25日の公演を実況する。だから DMM と一緒に見れる方はぜひ。あと大富豪する。メンバー一人一人をなんか写真とともに紹介する。それはね、それの順番をくじ引きで決めたいから、今からくじ引きも作るの。本当は作ってから始めようと思ったけど、なんか始まってからやろうと思った。ね、初見ですって定型文にあるでしょ定型文ハンターだから私すぐ分かるよ。定型文すぐ見抜くから気をつけて。このクリスマス公演入ってたからなんか嬉しい。マウントかっこマウントだって。マウントってそれってさ、そういう意味なの？マウントってどういう意味？じゃあこの方はその公演に入ってたらしいので、この方を探す配信をしましょう。探しましょう、配信に映ってるの。チャン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 。とてもキメリクリスマス。そうだよ、定型文って人によってちょっとずつ違いますが、設定できるのですか？そう、なんか一人三個まで設定できる。でもその他のやつは適当になんか出てくるらしいです。大事な夜一緒にいた。ねえ、クリスマスってめっちゃ楽しくない？
もう一回やりたいクリスマス。なんか急にさ、急にクリスマス楽しかったなと思って戻りたくなっちゃった、クリスマスに。なんか当日もそうだけど、なんかあのクリスマスに向かってクリスマスっぽいことをしていく感じが楽しくない？クリスマスパーティーする？って私帽子あるよ、ここに。ここに帽子。シャンメリー飲みたかったな。年に1回だからそう思うんですよ。なるほどね。じゃあ今やっちゃったら次のクリスマス楽しくないかもしれないってこと？確かに一理ある。パーティーとか好きなタイプですか？え、パーティー？パーティー全然ね、やったことないかも。でもなんかすぐパーティーにしちゃう。なんていうの？パーティーじゃないものをパーティーにしがち。なんか二人で公演前話すときとか、話す、お話しするときとか勝手にパーティーしましょうっていう。パーティーしましょうって言ってパーティーするけど、なんかちゃんとしたパーティーは、大人数のちゃんとしたパーティーとかしたことないかも。なんか小1ぐらい以来、小1ぐらいにやったことあるけど。シャンメリー飲みたい。シャンメリーとお菓子のブーツが欲しかったんだ今年。今日メイクうまくいかなかったけど、ショールームだからいっか。こんにちは。でも今年はクリスマスパーティーはできなかったけど、なんかパーティーは12月に1回したんですよ。だからいいや、楽しかった。豪華客船のパーティー行かないと、行かなあかんねんとなりそうねん。いいなあ、豪華客船、船乗りたい。船この夜って清しこの夜、清しこの夜って意味なの？
日よし子っていうやつがあるのかと思いました。日よし子の夜なんだ。私クリスマスの曲ね、何でも歌えると思う。もみの木もみの木いつも緑よ。なんか小学3年生ぐらいの時に、小1かな、小1か小3ぐらいの時に、小2かな、わかんないけど、なんか習い事のとこでクリスマスパーティーがあって、歌をやったの、披露みたいな、歌披露みたいなやったの。そこでね、なんかいっぱい歌った、クリスマスの歌。トン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 、やっぱジングルベルは定番だよね。トン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 。マスカラはなんか魔女リカのなんかロングロングなんとかみたいなやつ。私メイクするの遅って今思ったでしょ、みんな。これはね、実際もこの遅さでやってるんですね。普通の仕事のメイクの時も、仕事のメイクの時もこの急いでる時以外はこのね、のろさでメイクをしているんですね。実はそう、時間あるし。でもね、私去年とかの公演の時は本当にもう10分とかでメイクをしてたの。でもそれをやめた方がいいって言われて、ちょっとメイクにちゃんと興味を持ち始めて、そこからね、ちゃんとメイクするようになりました。このビューラーは3代目 SK に入って3代目のビューラーです。まあ実質4代目かな。まつげもビューラー昔してなかったけど、最近はちゃんとするようになりました。えらい、女子力の向上。ビューラーは資生堂、もう視力がどんどん向上してます。
ミューラーは前回のやつをなくして、前回同じビューラー使ってたんです、資生堂のね。でもそれをなくしちゃって、とりあえずで100均のやつ買ったんだけど、ちゃんともう一回買い直したから、制度のを買い直したか、あー最悪だ、買い直したので100均のやつだ。あ、ミラーボール、てて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 、そう、なくしちゃったんです。だから新しいの100均で買ったんだけど、あ、じゃん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 ち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 ゃん、最後のチャイムが鳴ったらで、それで100均のやつなくしちゃったから、なおさんにお下がりであげた。あ、本当だ、汚な。どこまで歌ったか覚えとかないと。ミニコットじゃないのに取れる。そのね、ビューラーがね、絶対にナオさんの目の形に合うっていう感じのビューラーだったの。からちょっと使ってみてくださいって言って、マジで汚いやつを使ってみてくださいって言って、で使ってみたら、使ってみたらめっちゃ合ってて、本当にめっちゃ上がるってなってあげた。私はそのままあげた。なんか公演中に一緒にメイクしてて、隣にいたからこれどうぞって言ってあげた。ミラーボール気づいてたよ、ありがとう。歌った。そう、本当に私ぴったりだったの。でも誰でも分かる感じのぴったり。よしよし、あとなんだっけ、あと私何すればいいの、メイクって。あ、もうすぐ終わります。こんにちは。何のさ、服着ようかな。チークはね、私塗らないんです。基本チーク塗らない人間なの。おはよう、あやでやんす。昨日ね、台所に行って、なんか、YouTube じゃないのね、これ。ショールームのカメラ回しながら料理できるかってやってみたけど、なんかね、本当にゴミみたいな価格だけどできた。そ
そう、なんかチーク似合わない人っているじゃない、一定数。私はチークはメイクする上で塗らなきゃいけないものだと思ってて塗ってたんだけど、塗らない人もいるって聞いて、あ、じゃあ塗らなくてもいいかと思って塗るのやめた。だから最近は塗ってません。明日の公演のおさんにもらったリップ塗ろうって決めた。はよりやす、おはようでやす、知ってる？私は教えてもらった。チーク塗ったらどうなるんだろう。ヤスさん、そのビューラー使ってた？嘘、どうして知ってるかって配信で言ってた気がする。なんて、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 なんて言ってたの？明日休憩多いから、休憩多いよね、4人半分休憩だ。また明日、なんか意外と半分休憩ってもうありえるんだなと思って、 K2 公演でもびっくりした。この間も半分休憩のことあったんだけど、 気になる。そうだよ、私はもう一瞬の隙も見逃さない、コメント全部見てるから。私もし次ミラーボール来たとしても歌詞がわからんわ。休憩性多いね。チークオレンジ系が似合いそう。私意外、私ブルベだと思ってた。いや、そんなことはいいから、ちょっとビューラーの話を詳しく。そんなことはよくない、ありがとう、教えてくれて。ひなぴよノリノリのおはよう腕や、腕って何、ダメなの、 NG ワード。おはようディアンス、おはようディアンスゲームってなんか YouTube でね見た。こんにちは、目の形の話をそのまま。え、もうなおさん、あのビューラー捨てたと思ってた。だってかっこいいホットビューラー持ってるじゃん、なおさん。でビューラーってさ、なんかなんだっけ、ドライヤーとかで温めると火で炙るのがいいんだけど、本当はドライヤーとかで温めるとね、いいんだって、上がりやすくなるんだって。明日の公演当たりました。お、何色のサイリウムを振るんですか。まあ、私に報告してくれたということは、まあやっぱりピンク、黄緑、水色てくれるのかな。そう、火で炙るんだよ、あのね、美容系の人は、美容系の人はね、美容系の人はね、ビューラー火で炙るんだよ。そう、ライターで。私も今度やってみようかな。ライターね、なんで持ってる。私ライター、実はね、私の事務所のロッカーにライターが、ライターがね、隠されてはないな、入ってるんです。何だと思いますか。黒ピンクじゃないよ、それは好きな色。中間色3色、私の色、
ピンク、水色、黄緑だっけ、だっけとか言って中間色なんだ。やっぱ3本って大変だよね。いつかさ、いつか変えたいけど、なんかやっぱさ人数が多いから3本になっちゃうのはしょうがない。もういろいろね、ちょっともうね、サイレンもいろいろあったからもうね思い出したくもない。あ、正解、ケーキの日に、ケーキの日につけるためです、火を。そう、誰かの陰謀や。100均目の形が絶対なさに合うと思っててくれ、優しい。もう今の話で私メンタル回復された、ありがとう。幸せな気持ちになった、幸せな気持ちになった、ありがとう、教えてくれて。もう私はあなたのおかげで今ちょっとメンタルが回復された、なので今日の配信も楽しくできそうです、ありがとう。いつの 何月何日か教えてください、映像倉庫で見るから。3番は正直大変、やっぱそうだよね、そうだよね。でももうさ、もうさ、もう嫌なんだよ。サイレンまでいろいろ変えるのは嫌なんだよ。メンタル復活、イエーイ。髪の毛長いかな、やっぱさ髪の毛そう切ろうと思って、切るって言ってもなんか揃えるぐらいね、切ろうと思ってる。しかもなんか美容院行きたいし、だからいつか行きます。でも切っても気づかれないぐらいしか切らない。明日3本振りますね。いや、え、3本って私違う。違う、分かんないけど明日待ってるね。いつだいつだいつだいつ。奈々さんいっぱい配信してるから、何月何日のな、な、何配信何時からって教えてくれないと見れない。私前髪さショールームで見たらいい感じなんだけど、多分公園で見たらね、公園ってさ踊ってるとどんどん上がってきちゃうからね、あれだと思うんだよね。ちょっと良くないと思う。俺は気づくよ、いつもみんな気づいてくれないんだよね、メンバーも気づいてくれないもん。ショールームはさこうなって先々が分かんないから分かるけど、メンバーも気づいてくれないんだよ。でも なぜか切ってから1ヶ月後ぐらいに最近切ったみたいな言われて、あ1ヶ月前に切りましたっていうのがねあった。よくなんかメイクしながら配信してた日、ありがとう、全部見るわ。全部見ます、ありがとう。あやの夢が叶いますように、嬉しい。そうメンバーにね全然気づいてくれないの。前髪とかは意外とね気づいてもらえるんだけど、まあ、なおさんぐらいだけど気づいてくれるの。でもやっぱり切ってないのに切ったって言った時が一番気まずいと思うから、あんまりね言わなくてもいいと思うよ。私は確信がない時は、マット置いてある体育倉庫みたいなとこ、え、あれゆずさんにお金もらった日じゃん。待ち合わせ場所で見てたやつだ、私がショールーム。あ、なんか公園ってさ前髪上がってくるの、だからさ昨日かな一昨日ぐらいに公園実況見たやつの
鉄なマジでもうこんなんだった前髪。まあでもあの時は髪の毛が短かったって言うんだけど。こんにちは。一番気づいてくるのは誰？私の変化に気づいてくれるのは基本的にのーさんときみちゃんです。メイク変えた時とか前髪切った時とか香水変えた時とかはだいたいきみちゃんとなおさんは気づいてくれる。そうお金もらった日お金もらった日姉活の日さ集合時間てか集合場所でなおさんのショールーム見ながら待ってたんだ。その辺すごく難しいよね。気づかないと気まずくなるし間違えても気まずくなるね。だからやっぱさ切ったって気づいて欲しい時はちょっと匂わせるべきだと思う。なんかめっちゃ触ってみたりとか前髪とか髪の毛もなんかパンってやってみるとか。気づいてもらいたい時はちょっと自分からもね気づいたアピールをねした方がいいと思う。私はただ単にショールームだと自分の顔が見えるから前髪が気になっちゃうからいっぱい触る。メイクを変えてたら本当にねもうちょっと変えただけでも気づくのすごくない？私にはそんな能力ないからすごいなと思う。ゆずさんはお金くれた。そうです。私の2021年初めて会ったメンバーです。ゆずさんはあれから会ってないけど。あやピンク色とか似合いそう。どう？これピンクだけどどうですか？明日の公演トレードで当たらないかな。え、そんなトレードってさギリギリでも当たる可能性あるの？こんにちは。女心は難しい。いやでもね気づいてくれるのはみんな嬉しいと思う。身長伸びてあったから気づきにくい。私さ身長絶対伸びてたと思って測ったら伸びてなかったんだけど全然。全然伸びてなかった。絶対伸びたんだよ私身長。思わない？みんなもなんか昔の定点とか昔って言っても1年前とかだけどとか見てもなんかあれこの人よりちっちゃく見える、でも今は高いのにみたいなことがいっぱいあって絶対伸びてるじゃんとか思って普通にね横歩いててもあれだって身長伸びたかなみたいな思うの、メンバーと歩いてると。だから逆にメンバーがそのメンバーが縮んでる説っていうのを私は持ち上げていきたいと思うんだけど。え1時間前に決まんの？えスクランブルじゃん、スクランブルじゃん。1時間前とか絶対行けないんだけど、ファンだったらもう用意はしてるってことかな。当たるのをちょっとわきまえてなんて言うんだっけ。で私この間さ昨日研究生公演7人でやってたじゃないですか。あれ出たいと思って準備始めたけど3時間あった余裕
3時間ある4時間ぐらいかなあるからいけるかなと思って覚え始めたけど絶対間に合わなかった。1時間前はやばい無理。今の K2 ならゆきさんの次に更新中。そうなんかなんか高身長が K2 の背高い人が5人集まった公演があったんですよ、無観客の時に。その時になんか背比べしてラブリンさんより高かった。あでもゆずさんがいなかったなあの時。そういえばゆずさんがいなかった気がする。1時間だと近い人じゃないと厳しいね。絶対だって来るのに1時間ぐらい測る人とかもいるよね絶対。車寝てないとライン、はいはいはい、魔法かけられたみたい、ずっと夢から覚めないな。東京在住だから劇場申し込みできず、しくしく。DMM でぜひ見ててください。カメラいっぱい見るので。完璧。アミちゃんが起きてから起床し、始まってから起床して。でも私も起きた時ほとんど昼公演始まってて、昼公演始まる30分前ぐらいに起きて。夜も7人ですかって聞いたら7人ですって言われたから出たいですって言ったけどダメだった。自分に顎が覚えたんだよ。こんにちは DMM 見ててね。ゆずさん顎ちゃんより低いんだ意外。あいやカメラへのレスめっちゃうまい印象ある。え絶対嘘だよ私カメラ見れないでおなじみだよ。えなんかカメラ見てなんか私めっちゃ目の前を見ちゃうの、真正面を見ちゃうの。それ多分バレエの発表会の癖だと思うんだけど、なんかバレエの発表会は人の顔じゃなくてなんか遠くを見るって遠くの上を見るっていう決まりがあって。であとさ今話変わるけど決まりって名古屋弁じゃない？キマリって名古屋弁じゃない？みんなキマリっていうイントネーション使う？そう決まりがあって、だからそのね癖でね目の前向いちゃうの、ずっと一点見つめちゃうの真正面だからね。多分真正面見つめすぎてカメラ見てるように見えるんだと思う。使うって使う人はさ名古屋とか岐阜とか東海の方かな、東海の方かな。私はね決まりっていうの、決まりがあるとか決まりがあるっていうの。でも名古屋の人とかって決まりって言わない？それなんか SK 入ってから思ってた。なんかダンスの先生とかあと誰が言うかでもね結構決まりって聞くんだよねメンバーとかでも。やっぱ使う人もいるよね。そうだこういうイントネーションでたまに感じる名古屋を、愛知を感じる。で何の話してたっけ。あカメラ見るのが得意か得意じゃないか問題。得意か
だからなんか一点見つめてるとたまたまカメラ見てるみたいなことが多いかも。方言映る、え、映る、うん、多分映ってるところもあると思う。なんかじゃあ今日の配信で、あ、これ方言かもしれないと思ったのがあったら言うね、イントネーションで。でも私めっちゃ方言映る人で、映るっていうか釣られるみたいな、なんか聞いたこともない表現でも方言でも一緒に喋ってる人が方言だとなんかちょっとそうなっちゃう。中学の時に兵庫かな、兵庫かどっかから転校してきた子がいて、その子と仲良かったんだけど、その子がずっと兵庫弁っていうか関西っぽい喋りで、一緒にいたら、一緒にいるとなんか、一緒にいない時は使わないんだけど、ちょっと使いそうになってた。とこの間ね、会った子が青森出身の子で、出身っていうかちょっと生まれ住んでたのかな、青森の子でめちゃくちゃ方言可愛くて、なんか青森の方言ってなんていうの、ゆっくり喋るんじゃないです、なんかゆっくり喋る感じだから、ちょっとつられそうになった。ナーヤンはなんか大阪弁、関西弁っていうかナーヤン語、ナーヤンしか聞いたことない喋り方する。今日は内巻きにしました。まあ大体内巻き好きだから。ナーヤンはなんとかナーヤが、なんとかナーヤがみたいな。ナーヤンの言葉ってナーヤンが作ってない？あとさやかちゃんもなんか方言みたいな思う時ある。神奈川だよね確か。これからも会えないけど頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。また配信見に来てください。ちかこさんあたりが本物の関西弁なの？ちかこさんは私のことあーやって呼ぶんですよ。だから関西弁であーやはあーやなのかもしれない。あ、違うの、あーや、あーやって言うのね。ちかこさんだけだったんだけど、この間番組のスタッフさんにあーやって言われてて、あ、あーやの人いると思って。でもよくにゃんさんとかあーやって呼んでくれるけど、あーや、あーやって。大阪弁のあーやは、あ、違う、あーやはあーやなのかもしれない。なーやん、そう、なーやんのイントネーション。あ、だからなーやんはなーやんじゃなくてなーやんなの。え、そういうこと？え、そういうことかもしれない。すごい感動。確かにあのさ、 NMB さんの山本彩香さんもあーやん、あーやんだ。そういうこと？え、すごくない？発見すぎる。これはすごい発見だよね。これはえ、あとさ、大阪弁でそんな感じの、あのサーヤ、サーヤだよ。サーヤは関西だからサーヤなんだよ。すごい、え、すごくない？これ結構さ、世紀の大発見じゃない？絶対なんていうの、昔いたメンバーの方とかでいるよ、同じ感じの人。すごい、名古屋のイントネーション慣れた。え、でもなんか名古屋のイントネーションだと結構奄美とかめっちゃ名古屋って感じの喋り方しない？なんかでも名古屋のやつなのか若者の言葉なのかがわからない。
ね、あ、そう、遠くにいてもは、え？って思った遠くにいてもは、え？って思った。遠くみたいな、遠く、ね、そう、遠く、なんかあれの議論が行われて反省会で、トークは何が正解なのかみたいなで、なんとかと一緒のイントネーションだよみたいなので、ずっと語り合ってた。みんなで遠く、東京とか、私は遠くで育ってきた。遠く、遠く、もうやばい、洗脳されてる。遠くにいてもっていうね、遠くにいてもで育ってきたんだけど、手綱に出始めてからはもう遠くに洗脳された。遠くにいてね、そう、豆腐のインターネット。あ、ももたんもなんだ。遠く、そう、遠くって、あの歌は遠くで決まってる。ウルーさんの2じゃないような言い方も独特。そうなんだ。でもウルーさんは全部なんか可愛い感じの言い方のイメージ。遠くにいても、チャン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 、こう見ると SKE って地方組が多いね。確かに。でもなんかさ、松村かおりさんの卒コンか、いや、リクアワの方かな、で愛知のメンバーがなんかの曲やって、地方のメンバーは47の素敵な街へみたいなやってて、あれは面白いなって思った。ちょうど半分ずつぐらいだったの。私も出たかったな。東京って、東京って言いたい。東京のカチューシャかっこよくない？え、東京つけてたらかっこよくない？東京って言いたい。今はね、東京一人しかいないから、それで東京かぶって東京みたいわ。言いたいことがあるんだよ、全部言える。小学生の時、中学生だったかな、あの時に練習したガチ恋工場。この歌好きでね、踊れるからね、ひな壇でキミちゃんと踊ってた。キミちゃん？川島だったかな。ふん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 。どんな服着よう。そう、東京背負ってるんで、 SKE で東京背負ってるんでかっこいい東京背負ってるんで。私もさ、地元のお仕事とかしたいし、したいですとも言いたいんだけど、東京って、え、みたいな、東京で地元みたいな、東京でなんか、え、なるよね絶対。そうです、東京代表です。 SKE の東京、東京代表です。そうだからさ、なんかもう地方のメンバーが、地方、まあなんで、例えば静岡とかのメンバーが、この間もこの話したけど、静岡でライブするとかなったら、もう凱旋、凱旋だっけ、凱旋みたいな、おかえり
静岡でおめでとうってなるけどさ、東京でやってもただの東京のライブじゃん感じ絶対だとしたらこの間のあの何 TDC ホールでやったら私の凱旋になるんだよそんなことなかった TDC ホール TDC ホールでさコンサートしたら私の凱旋ライブになるかな鍵穴とかやらせてもらえるかな。そういうコパ、東京の他名古屋に来てくれたのが嬉しい嬉しい。SK の東軍西軍青梅軍、私は東軍、東京も地方面になっちゃう。そうです、東京凱旋ってなんか感じかっこいい。あと東京の、でも東京ってさ意外とライブ会場ないんだよね。なんか横浜とか、横浜しか思いつかなかったけど、なんか東京のライブ会場ってなんか東京ドームパッと思いつかない。あ、武道館って東京か。SSA って埼玉、あ、代々木体育館ね。代々木体育館行ったわ、小島釣り、ゼップ東京ね。代々木体育館って何かでも行ったことあるの？よく行ってた、ゼップ東京。意外とあった。あそこはあそこなんだっけ、新宿の、新宿のさ、新宿のキースタジオみたいなところ。あそこはもう行けないのかな。味の素スタジアムって東京？意外と東京だった。キースタジオ、日本青年会館も知ってる。なんで知ってるの？あそこ新宿アルタ、アルタなんだ。キースタジオ、なんか前髪短いのずっと見てたら慣れてきたな。ねえ、ずっとパジャマ、ずっとパジャマでいるから着替えなきゃ。何の服がいいかな。あ、パジャマが映っちゃった。パジャマが映ってしまったよ。東京でお仕事できたらいいな。今まで東京でしたお仕事、そのリクアワと、あと立川の握手会ぐらい。何の服着ようかな。これパジャマってかな。パジャマ持ってないからね、こういうの着て寝てるの。パジャマ買うのが今年の目標。立川で握手会、全握したの。懐かしい。こっちゃんと里香穂さんと同じ連だった。どんなパジャマ買いたい？え、なんかパジャマですって感じのパジャマ。なんていうの、なんかさ、ツルツルみたいな生地あるじゃん。なんていうの、パジャマですっていう感じのパジャマあ、なんか押しゆきさんが TikTok で夏着てたみたいなやつ。こんにちは。本当は2月も東京で握手会あったの？え、そうなの？あ、青海みたいなやつ？東京ビッグサイト青海みたいなやつか。
サテンシルク、え、わかんない、なんかそういう感じのやつ。なんか前さ、そういうのだと思って買ったやつがあるんだけど、もう中学生とかの時に買ったら、なんかカッパみたいな、レインコートみたいな生地で、悲しかったあ、トンカチありがとう。モコモコはやっぱかさばるから、なんかしまう場所がないんだよね。トンカチありがとう。1時になったって、着替えなきゃ。でも服が決まらない。でも私暗い服しか持ってないから、結局黒なんだけど、何にしようかな。でも出かけないからな、結局。何がいいかな。何がいいかな。なんか着たことない服あるかな。みんなコメント欄になんか服探してますって書いててください。でもいいんだけどさ、こんにちは。なんでもいいんだけどさ、黒かグレーだったらどっちがいいと思いますか。黒かグレーどっちがいいかな。うーん、でもどっちも最近着た服なんだけどねこんにちは。え、何がいいかな。明るい色、明るい色ってどういう色だ。赤とか。赤探したけどクリスマスの時なかったんだよね。黒、グレー、白。え、なんか夏服ならあった、明るい色。誰かの生誕ティーでも着てようかな。さきさんの生誕ティー、まだ着たことない可愛い服、それくらいだ。何がいいかな。じゃあみんなテーマ決めてください。今日のテーマ。じゃあ順番に服着てくるから、テーマに沿って、あれです、私服ファッションショー、AK ビンゴの今日の公演は、公演実況で見る公演は、あの2020年の12月25日になりました。なぜかというと、明日の公演覚えたいからです高校のジャージ捨てちゃった、体育の。テーマかわいい、テーマかわいい。どれだろう。なんかさ、暗い色しかないんだけど、黒しかないんだけど、かわいい色がないんだけど。これは着たことないし、わりかし可愛い服だわ。ちょっと待って、
クレアファンの方がくれたワンピース、初めて着る、ずっと着ようと思ってタイミングを逃していた服です。でもちょっとこれを着て配信するのは酷なので最初に来た。クレアファンの方がくれたワンピースです。誰か上松さん役お願いします。初めて、なんかさ本当はねここに多分リボンつけるの、リボンつけるんだけどないからちょっとメイド服みたいな感じになってます。はい、早く脱ぎたいので次のテーマください。でリボンついて、この服はなんか握手会とかがあったら着るかもしれないけど多分着ないだろうなって感じです。私服ではあんまり、私服はいつもね黒なんだよね。こういうさ女の子みたいな服似合わないからさあんまり。もっとなんか具体的なテーマください。どこどこへ行くときみたいな。どこどこへ行くときみたいなテーマ。今日はねこれとともにお送りしてるんで。できる女の服絶対持ってないわ。パーカーしかないもんこの家。夢の国に行くとき、じゃ夢の国に行くとき、夢の国に行くとき何のキャラクターがいい、何のキャラクターをつける前提で行く。じゃああ待って、夢の国に行くやつあるわ。夢の国のさあれがあるわ。でもどうしよう、どっちにしようかな。夢の国に行くときね、どれにしようかな。あ、めんどくさい国っぽい。ちょっとコメントが見れないのがあれだけど、夢の国っぽくなったよ。着れないや、この服着れなくなりました。ボタンが1個取れたので。どう、量産の子が夢の国行くときみたいな。カチューシャつけてそばれてるこんにちは。夢の国っぽい。でもここボタン取れてるから、うん、無理。これで夢の国はいけない。
この服はたまに着てたかな。夢の国、これでどうにかなってるとこあるよね。このカチューシャはキミちゃんとアイアイさんとホノノさんと夢の国に行った時に買いました。ミハルンが着てそうね。川島いつも襟の服着てるもんね。襟ついてる服。ディズニーランドに行く子みたいだって。やっとテーマ達成。テーマ達成。でもこの服はちょっとあのボタンが取れてしまっているので見納めですね。こちらの服はもう残念ながら見納めですね。服の用途ぴったりびっくり。帽子じゃない、カチューシャ。私カチューシャ今ハマっててこれからいっぱい買おうとしてるんだよね。あ、モテでしたって。やった。なんだっけ、モテとなんだっけ、ちょいモテだ、ちょいモテとちょいブスとオブスみたいなあったよね。懐かしい。確かに寒この服。これで電車乗れる？え、これ絶対乗らない。これつけていいのはね、夢の国だけだから。確かにどっちも黒じゃない服だ。ボタン傘ないんだけど、どっか行っちゃったの。今気づいたしないことに。寒いから早く着替えよう。テーマ、エゴさんがスタバに誘ってくれて、どういうこと？テーマ、エゴさんがスタバに誘ってくれたよ。じゃあ一緒に、エゴさんと一緒にスタバにいた時にエゴさんが着てた服に似てる服。テーマが意味わからん。嫌だな、これ片付けるの。片付けって本当に苦手。エゴさんと一緒にスタバに行った時にエゴさんが着てた服に似てる服、かっこ夏バージョン。じゃーん。まあこの服はね、去年流行っていまして、みんなこんな感じの着てましたね。かっこ夏バージョン。これはちょっとどかしたいと思います。レシートが出てきた。おばさんこれ着て、こういうの着てたよね。一緒にいた時に着てた。でも夏服なので寒いです。白シャツ。ねえ、そういえばさ、奈緒さんめちゃくちゃ白い服でさ、手が高いしてなかった？
夜散歩行って下はどんな感じ、ワンピースみたいな感じ。私これシワシワすぎて全然着てなかったんだけど、今度の夏着ようって思う。エゴさんスカート短そう。でもエゴさんって最近さ、なんかあ、でも短かった。ちょっとこれはでも半袖なので、これで配信するのは寒いので、手形ってこと忘れてたの。そんなことある。これで配信するのは寒いので違う服に着替えます。さんはコンサートはいつもミニスカート。え、コンサートは全員ミニスカートじゃない？割と。あ、でもパンツの人もいるってことか。エゴさんは実際会ってイメージが変わった？まあでもね、後でちょっとメンバーのことをお話しするコーナーがあるので後で話します。では着替える。もう着替える。じゃあもうそろそろ本来の私に戻っていいですかね。寒い。にじゃないよ、できてた襟ついてるワンピース可愛かった。誰のだ。私襟ついてるワンピース着たっけ。私じゃない。誰だ。まだ顔むくんでる、ちょっと寝起きだから。私がルカさんって言われてた時、テーマなんやなら全然できるよ。真っ黒な服いっぱいあるもん。ルカさんとやった時どんな服着たっけな。忘れちゃった。普段の愛に戻っていいやって優しい。テーマ悩んでもなんかベルトとかしなきゃいけないから時間かかりそう。ベルトとかなんか何、ね、アクセサリー系ね。今日は黒じゃなくてグレーにしようと。そう、チェーン、ナイアンどこにでもチェーンついてるよね。え、なんかさ、12周年の時にナイアンが残念少女やってたんですよ、リスタート公演で。でそのリハの時になんかあの曲ってチェーンみたいな巻くっていうか衣装にこうベルト、チェーンベルトみたいなのがあって、それつけてリハしてたから、え、ナイアンついにリハレッスン着にもチェーンつけるようになったのって思ってたら、衣装のあれだと確認だった。しかもナヤンがリハでチェーンを、なんかリハでおしゃれをしない人だから、ナヤンは多分つけるわけがないと思ってたら衣装だった。え、何の服着よう。傷なんか手にしない。そう、衣装のね、衣装のやつでリハーサルでも確認でつけてたっていうだけだった。まあとりあえず着替えようと。後でまた着替えれるし、とりあえず何かに着替えてくる。とりあえず何かに着替える。
着リハじゃなかった、なんか着リハだったらさ衣装だってわかるじゃん。着リハじゃデッスギにチェーンだったから悩むかと思ったらあれだった、なんか小道具の確認だった。じゃあこのエゴさんのスタバファッションとは別れしてきます。さよなら。あれにした。とりあえず。これは皆さんこの服は見覚えありますか？よく着てるけど。かわいいよね、この服。見たことあるでしょ？お気に入り。この間のね、オンライン話し会でも来たかな。これは、どこの服だっけな？なんだっけな、なんかね、L から始まる。確か L から始まる。この服はあのいろんなとこで着てるけど、奈緒さんの奈緒さんと写真撮った時、奈緒さんと写真撮った時に着てた服。いい感じのアクセサリー。あ、そう、マジェスティックレゴンみたいなやつだ。よくわかったね、すごっ。つけた。かわいいアクセサリー持ってきた。この服は奈緒さんがツイッターに載せてくれた動画で着てたやつ。かわいいですか？でかいな。全部ファンの方が来るというやつ。どれつけるか迷う。JC に見えるって。ナナさんですか？ナナさんではないですね。
じゃあナーヤンのことですかね。カチューシャ似合う、やった。カチューシャをさ集めようかなって思ってカチューシャスタンドを買ったんだよね。カチューシャ置くやつ。お腹すいた、メロンパン食べたい。が、すごいさ、てい、なんだこれ。高一に見えるって、14歳に見えるって。やっぱね、前髪切ったから幼くなったのかな。やったね。メリークリスマス。We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year.昼ご飯食べてないっていうか、なんかいつもそんな決まった時間にご飯食べないから、なんか、ね、あんまり食べなきゃってならないか。14歳は言い過ぎだよ。だってでも14歳が出たんですよ、あの年齢測るアプリで。すごくない？奇跡かと思った。しかもその時髪の毛結構巻いてて大人っぽい感じのね、服装じゃないね、なんだ、顔メイクもだし顔だったからもういいみたいな、びっくりしちゃった。あ、待って、2300円のブラシの蓋見つけたんだけど、嬉しい。昨日ねなくしたって思ってめっちゃ悲しかったの。入ってた、よかった、嬉しい。2300円、もう2300円だよ。なくしたらもうどうするかと思った、どうしようかと思ったよね。見てこれ可愛いでしょ、シュッシュ。 We wish you a merry Christmas and a happy new year。 あ、これに全部ね歌詞が書いてありますね。愛に行こう、こそういつの日にかあなたの家会いに行こう、バスに揺られ。アナンちゃんって同級生、あ、そうかもしれない。アナンちゃんって中二なの、見てちゃんとね振り仮名振ってあるの。 I the lost over I should go I had to go I wanna go みたいな、 I wanna go か。意味のわからない記号も書いてある。懐かしい、これは多分夏に書いてやつだね。すごい、見てボイトレの歌い方もで、フォーカーの星だって。フォーカーの星はフォーから入るんだって。フォーカーの星見つけてさ、見つけてさた、彼女は今も心の面め、心の面ババを優しくバです。ちゃんとね、ちゃんと書いた。ちゃんとさ、なんかフリーの手の動きまで書いてあるんだ。この時は絶対これやろうって決めてた。今はもうなんていうの、その時に思いついたやつとかできるようになったけど、昇格したばっかの時はなんかもう決めとかないと不安すぎて全部決めてた。ここでこうみたいな、ここでこうみたいな。だから 2,3 回ぐらい同じことやったと思う。計画通りなんて
うまくいかないものね。だってみんなこのさ記号何かわかる？これ何の記号かわかる？私はね自分で見た時最初わかんなかった。このぐるんって回ってぐるんってやつ、これ自分で書いたのに分かんなかったんだけど、これはお腹空いたの、なんかトゥントゥントゥンでこのうーって止めるっていうのを書いてた。トゥントゥントゥンって。でも私はこのボーイフレンドの作り方の恋のワンツースリーうん、もの、いやこのねこういうところのね、昨日定点を見てたんだけど、公園の奈緒さんがもう一人だけなんか背中がなんかこうなの、みんなさこういう感じだけどこうだったの、えっでもすごいって思って明日やろうって思った。だから注目、明日のボーイフレンドのサビに注目です。私の背中に注目、映るか分かんないけど、明日公園なんだけど、なんか捻挫治んないんだけど大丈夫かな。呼んでみたり、クイックルワイパーしたい。なぜサンタの帽子、クリスマスに被れなかったからです。チェックしてね。プレゼント、プレゼント、あ、ダメだ、居場所が割れる。プレゼントはちゃんと探して、あ、鉛筆削りです。そうで、なんでメモ帳出したかっていうと、くじ引き用のメモを作ろうと思ったの。メンバー全員の名前を書いてね、引いて出た人の思い出話をするの、写真とともに。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18 SKE って何人いますか？6,74 とか？あ、でも減ったか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 18人入るかな。18、って何人いるんだろう。まあいいや、書いてみよう。青海、70人、67人、まあそのくらいか。お腹すいた。お腹鳴った音聞こえた？聞こえてませんように。名前順間違ったらちょっと気まずいから、名簿見ながら書こう。
17人いるんだ、すごいな。70人、卒業予定メンバー、メンバーの名前全員漢字で書けたらすごいって。え、もうさ、ひらがなで書き始めちゃったけど絶対書けると思う。でも もし間違ってたら気まずいから書かないけどでも書けると思う。で難しいのは、でもこの間ちゃんとエゴさんの漢字もね調べ直したし、誰が怪しいかな。でも難しそうなのは、なんだろう、難しそうな、あ、でもアラの姫かの姫かとか難しそう。あとなんだ、あ、10期の子はちょっと分かんないかもしれない、漢字まで。知ってる、みよまるさんはあれだよ、あんずのみのみだよね、覚えてる。でもちかこさんのちかとか書けないかもしれない。あ、中坂の湯が分かんない。ちょっと字は汚いけど、まあいっか。 SKE ってさ、名前順早いメンバー多いよね。ユニット投票する、ありがとう。お腹空いてるのがバレる。なんか食べたい、なんか食べたいけど作るのめんどくさい。誰かコンビニで焼き鳥買ってきてくれないかな。なんや私の家を知ってる唯一のメンバー、なんや。君しかもう希望はいないんだ、お願いだよ。私さ、めっちゃお腹鳴るの、なんかお腹鳴るのめっちゃカノさんのこと野島さんって呼んだことないのに野島さんって書いちゃった。めっちゃお腹鳴るの、なんかウーバーイーツする、え、めっちゃいいウーバーイーツ。なんかね、公園のね、公園の前の準備中とかめっちゃお腹鳴るの、メイク中だから静かにならないでくださいって、ちょっとお腹鳴るの、お腹の音聞こえるんで静かにならないでください、ずっと喋っててくださいって言ってる。そしたらずっと喋ってくれる、あやめろさんが。10時間配信最後まで持つ、え、途中でご飯作るから大丈夫。ちゃんとね、作るためにね、朝からねパジャマで材料買いに行ったの。だから私のお腹の音聞いたことない K2 メンバーいない説。なんでパジャマで着替えるのめんどくさかった。作るもの決まってる。それでは今日作るものを発表したいと思います。絶対に期待しない方がいいけど、正解は
なんて言えばいいの、なんかリゾットみたいなやつです。理由はなぜかというと、牛乳が賞味期限が今日までで残っているからです。今日までに使い切らないといけないんです、どうしても。そこで牛乳を使う料理を調べたところ、リゾットが出てきて美味しそうだったのでリゾットにしました。私本当にね、変な期待をしてる人がいたらごめんなさいだけど、料理うまくなってるから失敗しないよ、本当に失敗しないよ。私料理レシピどこの 見ないこの間はあの卵焼きをね作ったの。他にも作ったけど卵焼きを作ったんだけど、その時はエゴさんがおすすめしてた卵焼きの味付けで作った。美味しかった。そう、私は失敗しない。シュリさんのクックパッド見てるよ。私あの2個作ったことある。じゃあグリーンカレーって辛い？なんかカレーをさ、いろいろ作ろうと思ったことはあるんだけど、いや違う違う、食べようと思ったことはあるんだけど、辛いのは無理。なんか辛いのとなんか独特の香料みたいな使ってるのがあんまり好きじゃないから、結局なんか普通の、あとカレーよりハヤシライスの方が好き。たまにメンバーとな、カレーチーズナンとか食べに行くんだけど、カレーが辛すぎて、うん、大変。お腹すいた、本当にお腹すいた。なんかないかな、作らずに食べれるもの。私のお腹が悲鳴を上げてるのは聞こえる？みんな赤ちゃんおせんべいしかない。メロンパンならある。百均のメロンパン。私が毎朝食べてるバナナも昨日でなくなったし。
今日は菅原さんのお誕生日だ。お腹すいた。でもなんかスープとかならいっぱいあるわ。お湯沸かして飲むやつ。でも私お腹空いてる時好きなんだよね。なんかあ、今お腹空いてるって思える。ちょっとお湯沸かそう。ナルトがあったから食べると思う。賞味期限いつまでたら、なんか空いてるし。ナルト、ナルト空いてるから、ナルト、冷蔵庫に入ってたから、知覚過敏が。ナルトです。ラーメンによく入ってるやつ。応急処置。手軽に食べれるもの。これは弟が残していったやつ。めっちゃジューマックかけた。恵方巻、もうすぐさ、恵方巻きの季節じゃない？嬉しい。え、お腹まだ鳴るんだけどお腹鳴る、まだ鳴るんだけど、なんで？ナルト食べたじゃん。よし、終わった。恵方巻きはもうフライングです、今年も。店頭に、コンビニに出てきたら絶対食べる。もう本巻きの日に雇用中ラグがね発売ですので、ついに誰もこの帽子に触れなくなった。待って、言いたいんだけど、公演できるかな明日。心配になってきた。
よし、開けました。好きなメンバーの 鬼の面付き恵方巻きが欲しい人生だ。やめてよ、 SK のメンバーを鬼にするの。メリークリスマス。私はまだクリスマスを生きてるんでね。節分になるまではクリスマスなんで。節分になったら諦めるけど、節分が来るまではまだクリスマスなんです、私にとっては。よし、できたぞ。今メンバーの名前が入ったくじを作ってる。あ、待って、ゴミがすごい。もう後で掃除しかけよう。クリスマスの帽子はあのこの間もらったサンタさんのクマちゃんについてたんで取り外しました。取り外して自分のものにしました。お腹空いてるんだけど、まだ何食べればいい。スープならある。よし、こちらのね、これを切って袋に入れてそこから引くという遊びをします。貴族の遊びです、完全に。それは分かんないけど、えい、この中に SK のメンバーの名前がもうぴったりだった。ぴったりの枚数を確保していました。で、写真をさ出したいんだけど、写真がねこの携帯に入ってるわけだから、どうにかしてね、このこっちのカメラに変更したいんだけどさ、どうしようって感じ。でもこれスタンドに立ってるからいいんだけど、こっちでやったらどうなるんだろう。iPad 用じゃないからな。 iPad mini なんだけどね。絶好調な元校長。一回ね、消えないでできるはず。ちょっと試してみよう。こっちのカメラでどうなる。こっちにね、途中変更できるの。できるんだけど、問題はね、あ、待って、いけるくない？近いけど、まあ、いけるかな。近いけど、ショールーム始めるボタンがないんだけど、どうやって始めるんだ。あ、ログインしてないじゃん。ログインしてないじゃん。 ID わかんない。ちょっと待ってて。